こんにちは、キッシャンです。今日は iPhone 13 mini の保護ケースをいくつか紹介したいと思います。こちらに4種類用意したんですが、すべて100円のケースです。現在5.4インチサイズでも2020年モデルも売られています。これは iPhone 12 mini 用になるので、実際つけてみると本体サイズやボタンの位置などに問題はないのですが、カメラの部分だけサイズが違います。画面に貼る保護ガラスも買ってみました。2020年モデルの保護ガラスを iPhone 13 mini に置いてみると、こちらのスピーカーの部分の切り込み場所が違うので、うまくカバーできません。2020年モデルはケースだけでなく保護フィルムも使えないことが分かりました。それでは2021年版を見ていきましょう。こちらの2つはパッケージを見てわかるようにダイソーの保護ケースです。こちらの2つは保護ケースではおなじみのカスタムミーで、こちらはダイソー、セリア、キャンドゥで売られていました。こちらのケースはダイソーだけで見つけることができました。ただ在庫の違いはお店によると思います。では、まずこちらから見ていきましょう。意外とミニ用のケースとかって種類が少ない気がするんですよね。こちら、中も外もツルツルです。側面が柔らかい素材でできていて、背面は硬いですね。このケースはこれが売りになっています。側面が柔らかいので装着しやすいです。マナースイッチは爪で簡単にアクセスできます。音量ボタン、こちら側にストラップの穴があります。マイク、スピーカー、ライトニングのところは少し広めです。で、電源ボタン。カメラのところも縁が盛り上がっていて、カメラの面を下にしておいても当たらなさそうです。スマートでいいですね。続きまして、こちらもダイソー。これはハードケースです。これは硬いですね。このあたりの切れ込みがすごいですね。これはあんまり好みじゃないかな。つけてみましょう。簡単につきましたけども、やはりこの切れ込み部分が心配ですね。カメラの部分はさっきのと同じぐらい縁が盛り上がっています。これもカメラあたりは当たりにくそうです。僕的には側面は全体的に覆われている方が好きですね。続いてこちらカスタムミーです。ダイソーなどそれぞれ3店舗ずつ回りました。さっきも言いましたが、こちらは大体の店で置いてました。これは年式ではなく13ミニ用として売られています。違いは四隅にクッションがあることです。まずこっちから見ていきましょう。全体的に柔らかいですね。早速、やっぱりつけやすいですね。 SE2 の頃はずっとこのタイプのソフトケースをつけていました。カメラのところもちゃんと盛り上がっています。電源ボタン。これはこちら側にストラップ穴がありますね。他のところも大体同じですね。マナーにもしにくくないです。内側はザラザラしています。ソフトですけども全然ごっつくないですね。それではこちらを試してみましょう。素材はこちらと同じですね。これも柔らかいです。内側はザラザラ。ここの四隅が出っ張ってクッションになってます。スマートではないかな。カメラ周りも同じですが、これ四隅も盛り上がっているので、置いた時にガタつきが少ないですね。ケースだけをつけるなら、このダイソーの側面が柔らかいケースがいい感じですけどね。僕はカメラ部分の
保護ガラスも貼っています。カスタムミーのケースをつけるとちょうどここが面になってカメラ周りに若干の余裕ができます。ですのでこの2種類だとケースを外すときも干渉しません。このハードケースの場合だとケースの縁がカメラ寄りなので干渉してうまく収まりません。ハードソフトのケースではどうかというと、これがまたきっちりすぎるんですよね。ただうまくいけば一体化するのでとても綺麗です。だからケース側の切り込み個体差によっては干渉するかもしれません。問題はケースを外すときです。一度つけたら外さない人だったらいいんですが、きっちりすぎて一緒に剥がれてしまうんですよね。もう今浮いちゃってます。カメラ保護ガラスのサイズも縁がどこまであるかで変わってきますが、少し余裕がある方がいいかもしれません。カメラ部分には貼らない人ならダイソーのこちらダブルカバーを、カメラも保護する人は余裕のあるカスタムミーのソフトケースをおすすめします。ソフトケースは使っているうちに変色してしまいますが、100円なんでどんどん新品に交換すればいいと思います。本体とケースの間に何か挟み込むならクリアなダブルの方がいいかもしれません。今日は iPhone 13 mini 用の100円保護ケースをいくつか紹介しました。iPhone 13 mini 情報に需要がありそうなら、そのうちこちらの100円保護ガラスも紹介するかもしれません。それでは。